い、3月イエーイ3月4日金曜日、時刻は11時半を回りました。インターネット放送局、シーウェーブ、足立経済新聞、女神でいいとも、イエーイ、始まりました。始まりました。はい、MC は、はい、千住の由美と、はい、ママダンサー弥生でお送りしたいと思います。お願いします。はい、うん、この番組ではですね、うん、皆様のメッセージを受け付けております、はい、千住アットマークシューウェーブ .jp まで、はい、お願いいたしまーす。ちょっとね、変わったの、アドレスが、ね、そうなんですよね。なんか X がなくなったのかな、なんか読みやすくなったよね、ちょっとね。おー、マイク動いちゃった、うん、そうそう、ねー、はい、そう、3月3月ね、ということで、そう、弥生ちゃんって3月生まれなのかな、弥生と名前だけど。そうです。あ、そうなんだね。はい、何日何日？3月31日です。あ、あー、すごい。じゃあね、一番最後の最後。そうです。うーん、そうだ、この人と同じ誕生日です。あ、これなんだっけ、宮坂同じ誕生日です。あ、そうなんだね。そう、どっちでもいいです。いや、おめでとうだね。あ、そうなんです。そうなんですよ。 なので弥生って、はい、つけてくれました。学年で、ね、結構一番最後の誕生日な感じだよね。はい、そうです。4月1日とかから新学年とかになっちゃう人なんだっけ。4月1日まで同じ学年でね。そっかそっか、4月2日から。うーん、だから割と最後。はい、楽しまないと。そうだね、はい、そっか。3月は、はい、昨日もね、お雛様だったりとかでね。そうですね。何かした？2人とも、うん、男の子だけどね。子供が男の子なので。でも、どう、なんかやった？あの、コンビニで桜餅買いました。美味しかった？美味しかったです。やっぱちょっとなんかしたいと思って。あと子供が幼稚園で、あの、ひなあられ持って帰ってきて、公園で食べてました。そっか、そう、公園で。はい。ゆみさんは？うちもなんかね、一応、じゃあ私のために的な感じで、お雛様あるから飾ったり、はいはいはい、あとチラシ寿司とか、ハマグリとか、まあ一応ちょっとね、菜の花とか。ハマグリ、菜の花、すごい。ちょっとね、頑張った。あー、すごーい。飲みました。すごいですね。飲んでた。なんかさ、桃色のお酒がいいなと思ってロゼワインとか飲んでた。あー、さすが、さすが千住の由美。すいません、ちょっとポッとしてたらすいませんみたいな。由美さん、鼻声ですけど。あー、なんかね、あ、でもね、花粉じゃないの。飲みすぎかな、ごめんね。花粉じゃないですか。花粉じゃないの、やむちゃんは花粉。私、花粉ですね。あ、そうなんだ、大丈夫。くしゃみとかいっぱい出しちゃっていいよ。ブワーとかなっても大丈夫だ。マイクが臭くなるとか。そんなことないよ、そんなことないよ。でもそう、皆さんきついんじゃないですか ね、うん、ね、どうですか ね、 ね、ママ記者さんの中で花粉症の方っていらっしゃいます？あ、いたいたいた、うん、中村さん、ね、大丈夫ですか？今日痒いかな？あ、軽症、よかったです。あー、うん、そうかそうか、ね、まだね、インフルエンザも猛威を振るってるらしくて。確かに確かに。お子さん大丈夫？うち大丈夫なんですけど、うん、ね、遠藤さん、そう、なんかね、大変だったですよね。さっき大変だったって聞いて、お子さん2人いらしてね、週替わりで逆られてしまってね。皆さん大丈夫ですか？かかっちゃったお子さんいらっしゃいませんか？大丈夫ですか？うちは実はかかっちゃったんです。もう早々に A の方かかっちゃったんですけど、で、今でもこの界隈結構 B が来てるらしいので、ちょっとなんか両方はなりたくないなと思って。なりたくないですね。逃げ切りたいですけどね。逃げ切りたいで頑張りたいですね。はい、さて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 、うん、はいはいはい、そう、そうそうそう、なんかね、こうね、いろんなお話してたけれども、はい、これ足立経済新聞のための番組なんだよね、はい、女神でいいともっていうのはね。そうです。で、この足立経済新聞っていうのは、このね、地域のね、ほっとするような、みんながね、クスッとするような幸せなニュースをこうね、皆さんにお届けするっていうものなんですよね。はい、そうです。そうそう、うん、足立経済新聞の、うん、あのアプリもあるので、うん、皆さんぜひアプリダウンロードして、はい、無料ですもんね。そうです、そうです、よろしくお願いします。うんうんうん、で、あの、Facebook もやってるので、うん、ぜひ皆さん、いいねを、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。なんか、最近、このね、私たちのその携帯も変わって、はい、新しいデスクいらしたじゃないですか。素敵な女性の柴田デスクが来てくださったじゃないですか。はい、柴田さん。はい。それで、なんか結構多分、雰囲気、なんか変わってきましたよね。明るいです。うんうんうん。なんかこう、なんだろう、記事のアップ数も増えたよね。あ、そういうことか。そうそうそう。確かに明るいし、なんだろう、こう、
安心感とかいろいろね、はい、あるしあります。うん、なんかすごく本当に記事のアップ率がぐんと上がった気がします。はいはいはい、うん、すごいと思いますね。えだからね、見てくださってる方も前よりぐんと増えてるといいなって思うんだけれども、うんうん、そんな柴田記者の番組もね、うん、あるんですよね。そう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 、うん、ね、今日もなんかね夜あるみたいだしね。夜あるんですかそう、青森のね、青森方なのでね、はい、青森リンゴテレビでしたっけ。青森リンゴ TV です。あ、はい、そうです、青森リンゴ TV です。 TV 何時からですか。うん、次は、うん、3時、うん、3時12日の土曜日、12日の土曜日、ああ、そうなんですよ。今日は今日は、うん、ゲストなんですよね。あ、そうか、ゲストで、今日はゲストで、なるほど、いろいろ出演されてるみたいなので、あのデスクのお顔を見たいって方はね、ぜひこの CUM 内の番組をチェックしていただくと、ね、これが凄腕美人デスクだってわかると思いますので、はい、皆さんぜひ番組チェックしてください。チェックしてください。ね、最近ですね、うん、私、うん、後であの、うん、アクセスランキングにも登場すると思うんですけど、ほうほう、うん、北千住さん、北千住さんだって間違えた、すごいなんか何敬意を敬って間違えました。北千住のマタドールさんに初めて行ってきました、はいはい、あ、そうなんだね。そっかそっか、美味しかった。お味噌の方行きました。あ、そっかそっかそっかね、はい、醤油とね両方あるんだよね。そうなんです。あのスープに、うん、こうほら、お肉って油が白く固まるじゃないですか、うん、時間経つと、うん、あれをこうスープで溶きながら食べていくんですよね、うんうん、あ、そうだったっけ。私もね1回だけ行ったことあるんだけど、そうで、スープの中にトマトともやしが入ってたりして、うん、レンコンも入ってるんですよ、うん、あ、そうだったっけ、そうだったっけ。それでなんか、うん、最初は油っぽいのかなと思いつつ、うん、完食しちゃいました。女性でもペロリといけちゃうんだねそっか、ね、美味しいんです。美味しいよね、はい、なんかすごい並んでるもんね、いつもね。それがですね、うん、並ばず入りました。そっか、ね、そっか、よかったよかったそっか、そのマタドールさんが、はい、じゃあどんな風に、はい、ね、登場してくるかもちょっとね、番組後半に注目ですね。ですうん、さらにですね、うんうん、北千住に先週は2回も来ました、うん、あ、すごい。え、マタドールさん以外に違うんです、うん、私、確定申告をもう終わらせたので。あー、偉い偉い偉い、そっかそっか、そこだそこだ。そうです自分へのご褒美に、うんうん、マタドールさんと、うん、あとこの下のプエドバルでお昼食べました、うんうん、そうなん、何2軒食べたの。ラーメン食べて。ちょっとですね、うん、書類忘れたので、うん、2回行ったんですよ。あ、そっかそっかでもよかったね、美味しいものをその分2回食べれたしね、うん、自分へのご褒美がね、うん、2回も、えらいえらい忘れたんですけど。そっか、行きましたか。いや、うん、あ、どうかな14日でしたっけ、14日そっか15まででしたっけ。あ、やばいって何が。なんか、うんうん、今年は、うん、マイナンバーのなんかいろいろ関係か、はいはい、結構混んでるらしいんで。あ、そっか、私も30分ぐらい立たされて、早い時期に行ったので、うん、大丈夫かなと思ったら、うん、30分ぐらいこうやって、立たされて、そんなに立ちっぱなし、並んで、並んで、そう、並んでこうやって怒られてたわけじゃないのね、大丈夫、うん、並んで、はい、待って、そっか、やっと自分の番みたいな。それはご褒美もなんかね、見返したくなるね。だから早めに行った方がいいですよ、うん、皆さんも行った方がいいですよぜひぜひぜひそっか、うん、そんなわけで、うんうんうん、じゃあ後半はね、その1月の足立経済新聞のアクセスランキングなんかもね、はい、紹介していきたいと思うので。そうです、ね、早速結構楽しみなラインナップですね。 CM 行っちゃう。はい、ね、あ、2月か、ごめんなさい。あ、これはちょっとでも台本が1月だな。よし。台本これ内部事情すいません。はい、じゃあ CM お願いします。はい、 CM でーす。小野光平と申します。27年になります。静岡県の伊東市、勤務して7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなっていう思いはずっと思っています。森坂よしこです。
介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生の人たちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援をしてくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。株式会社キャンネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けております。千住アットマーク CWAVE.JP までお願いいたします。お願いします。始まりました、後半、はい、後半始まりましたね、はい、はいはい。ではこの手元に届いている2月のこのね、はい、ランキング紹介したいと思います。今回はですね、はい、はい、5位まで届いてますので、はい、なんかゆっくりとね、それぞれ記者さんたちからお話が伺えるかなって思いますので、はい、はい、ではでは早速紹介しちゃいますよ。はい、第5位、足立でふるさと交流会、ふるさと離れた都内在住者らのコミュニティ形成へということで、はい、はい、あ、これなんか私ですね。これは野口記者が書いてくれました。千住の由美です。はい、千住の由美です。はい、よろしくお願いします。ね、これね、そう、はい、ふるさと交流会ということで、はいはいはい、なんかあの主催が30代かっこ仮という方たちなんですよ。不思議な名前で、そうなんです。あのちょっとこのアップする時とかもなんかデスクと、はいはいはい、あ、これねちょっとどんな風な感じで伝わりやすいかななんてこういろいろこう相談とかさせていただきながら書かせていただいたんですけれども、うんうん、なんか結構ふるさとを離れて東京に来ている方がなんかね、もうふるさとに戻らないかもしれない、戻るかもしれない、でもね、なんかずっと携わっていきたいって、こうなんかモヤモヤしてるらしいんですよ。なんかモヤモヤっていうのもこのなんか結構テーマだったみたいで、モヤモヤを称されてたんですけれども、でそれをなんかこう同じモヤモヤを抱えているこの30代前後の若者で集まって、なんか交流会を図ろうというイベントが行われたんですね。すごい、うん、なんか日の出団地の方のスタジオで行われたみたいなんですけれども、はいはいはい、うん、すごいんですよ。なんかねこう名刺を自分たちで作って、うんうん、こう会社の名刺とかでもなく、なんか本当どこ出身ですとかそういう名刺を自分たちで作って、で後半はこう交流会、ドリンクを飲みながら、みんなで交換するとか、うん、そういうことも行われたみたいで、すごいんですよ。しかもそうそう、前半はこう皆さん話し合ってるトークセッションにこの C-WAVE からもこの生中継じゃないのかな、収録入ったみたいで、すごい、そう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 、うん、そうなんですよ。で番組もね、もう多分普通に放送は終わっちゃったと思うんですけれども、 YouTube で見ていただけると思うので、うん、でふるさと交流会ってあったらなんか上がってくるかも。あと30代かっこ仮でやると、うんうん、30代かっこ仮すごいですね、うん、面白い、面白いですよね。で多分これ実際に行った方がイベント報告の記事も書いてくださってるのが、うんうんうん、足立経済新聞にアップされてたので、気になる方はぜひぜひそちらもこうクリックしていただけるといいかなって思います、うんうん、足立経済新聞やっぱりお手元に、うん、よろしくお願いします。そうです、お手元に置いてくださいね、うん、ぜひぜひお願いします。はい、うん、じゃあ4位いこうかな。はい、はい、第4位、千住と東北をつなぐ秋田きりたんぽ祭り、
語り味わい東北を知るということで、はい、こちらはあの学生さんの河野記者が書いてくれたんです。うん、今日いないですけどね。今日は、ね、授業ですからやっぱり学生さんですかね、本業でフレッシュな、そう、ね、若い若いね、お嬢様が、うん、来てくださいましたが、うんうん、ね、もうあの早速こう書いてあげてくださって、うんうんうん、もう第4位に食い込んでるというすごいですね。これプエロバルでやったんですよね。うん、あ、そうですね。毎回そういうイベントやってますよね、プエロバルさん ね、 やっぱりあの社長がね東北出身でね、うんうんうん、この千住とねつながりをすごくね濃くしようとね頑張ってくださってるので、ね、楽しいイベントたくさんねプエロバルさんでも行われてますので、うんうんうん、ね、いろいろ皆さんチェックして遊びに来てほしいですよね。うん、美味しそうね、本当きりたんぽね、あったかそう。うん、河野記者からねいろいろね伺いたかったけど、ぜひまあこれもね、ぜひアクセスしてもらって、記事上がってるんで読んでください。うん、お願いします。お願いします。ね、このね若きエース楽しみですね、今後もね。はい。ではでは続いて第3位、子育てに迷ったら足立区が母親支援プログラム他自治体に先駆けてということで、こちらは遠藤記者の記事です。遠藤さん、どうも。どうぞどうぞ、マイクをお持ちになってくださ い、 いや遠藤記者、こういうの、いや、こちらに座っていただくのは初めてですよね。あちらにはいつもいて見守ってくださってたんですけれどもね、えすごいんですよ、あのライター の、 あのプロの方です。いや、プロじゃないですよ。プロじゃない、でもすごい、すごい方なんですよ。書いてるだけで、はい、本当にね。うん、どうですかこの、はい、困った時にあの支援プログラムというのは。うあの、はい、足立区は子育て頑張ってます。ね、子育て支援施策に。で、やっぱ今ね普通に子育てに迷うお母さんっていうのはもう当たり前のようにいて、みんな迷って正解もわからないしってところで、まあ、行政が動いて、あのコモンセンスペアレンティングっていうアメリカの、ペアレンティングプログラムを、なんだろう、日本版にしたのが神戸少年の町版っていうのがあって、うん、なんかちょっと最近ね、その彼がちょっと足立区にいるっていうのが話題になっちゃいましたけど、しいです、ね、花畑のでなんですけど、まあ、そういう繰り返さないためにっていうようなプログラムを、あの足立区自治体を挙げてやっていて、結構あの他の区からこう、あの申し込みできないかとか、あと他の行政も来年から取り入れるって言って、なんか足立区に話を聞いたりとか、リサーチしたりとかしてるみたいで、割とやっぱいろんなね子育て問題が足立区多いので、あの行政も頑張ってちゃんとあの予算確保して、あのいろんなことをやってます。すごい、本当に先駆けって感じですね。そう、大事なことですよね、こういうのって。とても、ね、まあ、子供多いし、やっぱり公園も多いし、結構いろんなところから今足立区に住んで、ね、うんうんうん、あの移り住んで、子育て新しくここでやってますっていう人が多いので、はい、すごい。じゃあ今後もね、ぜひぜひなんか頑張っていってほしいですね。ちょっと真面目記事で、いや大事です、すごく大事です。はい、大事、ね、あの足立区はね子育てパレットさんとかもありますからね。そんな聞いたことありますね、それ。ね、そう、すごくなんかお耳に挟んだことあります。すごくこうね親子に優しい ね、あの、うん、NPO さんがあるので、そうそうそう、ママさんたちね子育てしやすいんじゃないかなって思います。はい、思います。ね、そっか、じゃあまたこんな素敵な記事どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。遠藤記者でした。ありがとうございます。すごいですね、ね、うんうん、いや、なんかさ、それこそ本当にこのママ記者チームっぽいなんか、うんうんうん、いい記事だったね。いい記事でした、うんうんうん、はい、はい、ではでは続きまして第2位、北千住の行列ラーメン店マタドールの味がカップ麺に、日清食品から発売ということで、こちらは越田記者の記事です。はい、わー、いらっしゃいませ。何か手元に持ってます。あ、買ってきました。おー、マタドール。これです。どうでした、召し上がりました。もうね、カップラーメン、ね、まあ、私もたまに買っていろいろ食べるんですけど、はい、こういう味の味噌ラーメンは本当初めて、うんうん、もうね、びっくりします。
どんなところにびっくりしちゃいます、うん、なんか味噌ってただ結構しょっぱかったりとか、うん、やっぱりなんかスープを最後まで飲むっていうのは結構ねちょっと重いみたいなするんですけど、うん、もうスープもあの飲みたくなるぐらいあのとろりとして麺に絡んでめちゃくちゃあの、うん、まあ本店のあの味噌ラーメンの、うんね味噌の、ま、味噌味専門マタドールの味を本当に、うんうんに近づけたお味になってて美味しかったです。美味しいですね。そうか。なんか、うん、ビーフフレーバーオイルっていうのが本当だ上に乗ってるそれが特徴なのかな。牛って珍しくないですか。はい、なんかやっぱり鶏とか、うんうんうん、なんか魚魚ねいろいろあるけど、ね、なんか牛っていうのがポイントで、うん、これ最後に入れるんですけどすごく香りがよくって。であのこの味噌味のお店の方でも、はい、ちょっとスペシャルなやつだとあの、うん、ローストビーフが乗っかっているラーメンもあるんですよ。あーなんかね、ローストビーフって、うん、なかなかラーメンに乗っかってない。確かにこう、ね、フォークとナイフでいただくイメージだけど、うん、こういただけちゃうんですよ、ね、すごいこだわっていて、うんうん、他ではないラーメンです、ね、おー素敵ー、ね、この間行ったよね。あ、そうだ、前半ご褒美で食べたんだもん。じゃあ今日の帰りこれご褒美に買って、ねそうラーメンはまだ食べてないでしょ。カップラーメンカップ麺食べてないです、うん、カップラーメンも全然こわもてそう店主のねあそうだこあ店主がね店主赤店主の店主岩立さんおしゃれで、うん、ねへーそうかえこれお店だとちなみにいくらぐらいで召し上がるものがカップ麺だといくらぐらいになるんですかね。お店だと普通のやつで800円ぐらいですかね、うん、でカップラーメンだと200何十円、うんうんうん、わすごいリーズナブルすごいしかもいつでもどこでもねそう食べたい時にすごいですよねすごい売ってるだって今買ってきたんですよねスタジオ出て足立区ではどこでも売ってるんじゃないですかね今ねうん、すごい、ね、私も帰り買ってこっかなぜひぜひ食べたくなってきちゃった、うんうんね、でも本当すごかったですよね、うん、結構シェアとかされてる方とか記事とかう、ね、もうラーメンマニアの人がガッとこう一気に食いついたみたいなね、うん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 、取材に行った時もいっぱいあのお話しして、はい、なんかあのこう乗ってるね店主の方も黒いうん、あれなんですけど、はい、エプロンというかあのね、うんうんうん、衣装意外とあ黒かっこいいですねって言ったら、うん、あ意外と油が飛んだりとか、はい、目立つのでそうでちょっとかっこいいけどそういう手もでも常に、ね、清潔にしておけるっていういい点ありますよね、すごい、うん、おしゃれなだけじゃなかったんですよそういうちゃんと機能面とかもいろいろ考えてのことなんですね、うんうん、そっか、うん、すごいねはいすごいすごいなんかコラーゲンたっぷりっぽいですよねビーフとかでねそうですね、うん、そう牛骨って言ってあの牛骨そう牛のね、うん、骨みたいなあの何軟骨じゃないけどなんかこう脊髄的なやつなんかコリコリしたやつが、はい、ラーメンに入ってたら美味しいんです入ってる、そうなんだ、うん、ぜひあのぜひぜひ、はい、すぐ近くのお店も行ってみてくださいよろしくお願いします、うん、お願いしますありがとうございますありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたあとでお湯入れて食べるのかなみたいな。ね。はい。ではではね、もう、第1位ですね。栄えある。第1位。プラレールで北千住の駅を完全再現。ネットで話題に。ということで、中村記者の記事です。どうぞ。いらっしゃい。今日も身軽ですね、中村さん。あ、そうだ、フータンが。そうだ、身軽すぎて、なんか今、マトドルの話聞いてたらお腹すいてきた。いつもは子供いるから忘れてるんですけど。フータンね。かわいいフータン。はい、いやいやいや、プラレール、すごいですね、うん、第一。すごいですね、すしかもこれ、うん、私アップしたの実は2月の29日。あ、2月の最終日なんです。ね、やっぱこれもまたファン多そうですもんね、プラレールとか、鉄道のいろいろこう、ね。買ってますよね、それは。子供好きです、結構プラレール、うん、ね、好き好き、うちもやってますよ、いろんな種類出てますもんね、出てます、出てます、欲しい、北千住にちょっと住んでるものとしては欲しいんですけど、うん、売ってるんですか、これ千住の弓が千住の弓がもう、こう、ほんと作りたい、親子でうわー、ほんとほんと多分大変だと思います大変、なんかいやでもそう、北千住、うん、難しいですよね、そう、駅に着いてから、皆さん、出口に迷うっていうの迷う、迷う、うん、
線も多いし、そう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 、それを何こう全部再現されてるっていうこと、そもそもがなんかリクエストが多かったっていう理由で、はい、今回は、まあ、いろんなところの駅の再現をされてらっしゃる方なんですけど、はいはいはい、北千住駅のリクエストが多かったからってことで始めたらしいんですけど、北千住駅は6000、はいはい、線路がすごい多くて、そのなんていうんですか、車両を集めるときに、はい、もう廃盤プラレールとして廃盤になっちゃってるものが結構あったから、それを集めるのもすごい大変でってことをおっしゃってて、そうなんだ、そんな裏話があったんですね。本当ですね、うん、そうか、販売はされてるわけではなく、その方がじゃあ特別に作ってらっしゃるっていう感じなのかな。そうなんです、駅をあのその方が再現して、はい、もう路線図を自分でメモ帳に書くところから始まって何時間もかけて書いて、それを何時間かかけてまた作り上げていくっていう作業をされてたらしいです。すごい、本物みたいな。どこかで展示とかされてるんですかね。展示はされてらっしゃらないと思うんですけど、そうなんですね、うん、YouTube とか、はい、ニコニコ動画とか、Twitter、Instagram、Facebook、うん、なるほど、いろいろこうね、ネット界ですごい話題になってるんですね、うん、いや、千住の駅にね、ぜひこう作ってもらいたいですけどね、うん、そうですよ、うん、そうそう、ね、うん、したらね、こうみんな見に来てまた新しい町おこしになるんじゃないですか、うん、ねさすが、ぜひぜひ、さすがです。ねえ、そっか、なまたなんかいろんな駅もね、じゃあ作っていくのかな、うん、これから、うん、多分そうだと思います。じゃあこの写真を見たい方ははい、足立経済新聞をアクセスしてください。アクセスしてください、ね、よろしくお願いします。お願いします。いいねもお願いいたします。 Facebook いいね、はい、なんだこれそんな感じかな、うん、そっか、またね、次回もどんな記事書いてくださるのかすごく楽しみですね。中村さんすごい、うん、とんでもないです。中村さんすごい、すごい、すごい、うん、いいところ探してきます。あ、ありがとうございます。ではでは、せっかくなんで、はい、皆さんね、今日来ている記者さんに並んでいただきましょうか。そうですね、毎回恒例、ね、お願いします。毎回恒例、うん、あ、前に誰か座るから、あ、イコリンさんもどうぞ。柴田さんも、うん、あ、柴田さん、はい、そっか内緒でしょ思い切り番組のね、宣伝とかしちゃいましたけど柴田ピー、うん、あ、じゃあイコリンさん、あ、イコリンさん、イコリンさん、あ、もうせっかくなんでマイク持ってくださいよ。新田担当イコリンさん待ってましたよ。ごめんね、2月書いてないの。でもさ、あれなんですよ、今温めてるんですよね、すごいいい記事をね、4つぐらいが、そんなにあるんだ。イコリンさんのね、ブログが面白いです。ありがとうございます。クレイ、ぜひぜひやめぶろ、イコリンさんこのままでも面白いもん。私いじり、なんか真ん中で座らせられたと思ったらいじられんだ。愛されちゃってるからね。ありがとうございます。癒されるんですよね、いつも。いや、すごいですよ。なんか本当になんかうち家族で出かけて神殿通るたびに子供が、あのイコリンさんとこ、イコリンさんとこで、すごい反応する。嬉しい、子供に人気。ベルクとか見えてくると私マッチョ星になるかな。キャラクター、キャラクター、神殿の、それもいい、神殿のゆるキャラ、ちょっとゆるキャラ、ゆるくないよ、イコリンさん、ゆるくないよ。ちょっといろいろ書いてください、お願いします。すごいデザイン、デザインして、ちょっとじゃあ売ります、売ります。いいですね、すごい、売られてきますね。すごい、そっか、グッズも多分作ってくれるんでしょうしね。楽しみですね、これから先が楽しみです。うん、はい、こんな楽しい、うん、こんな楽しい女神でいいともですけれど、はい、毎月第1金曜日放送の女神でいいとも、次回は4月8日金曜日11時半からの放送となりますので、第2なんですよね、次回はね。次回は第2です。そうそう、みんなね、子供がいるんで、あの第1週忙しくてすみません、4月1日は、はい、4月8日でお願いします。お願いします、はい、なのでぜひ皆さん見てくださいね、うん、見てください、お願いします。はい、すごいですよね、うん、この番組、うん、いろんな人がいる。そう、なんか本当に、うん、そうそう、小志田記者のこのさ、すのこで作るね、すのき寿司が、すのこ、すのこじゃない、巻きすね、巻きすごめんなさい、間違っちゃった本人からね、それがね、ちょっとね、飾り巻き寿司といって、うん、こう、あの、切ったら金太郎飴みたいにね、うん、柄が出てくる巻き寿司があって、あの、その教室を
自宅でやってるんですけれども、写真を見たかった。昨日のおひな様とかね、おひな様だったのに、おひな様のね、素敵ですよね。もうね、何で検索すれば写真見れますか。なんだろう、フェイスブックで、はい、越田沙織で、うん、ぜひぜひ。もう待って、すのこじゃなくて、巻きす、巻きす、巻きずし、ね、巻きずし、巻きずし、お寿司のね、巻きすです。すごいですよ。で、中村さんデザイナー、そうそう、もう皆さんね、いろんな活動されてる方で、ライターさんにゆるきゃゆるきゃ、ごめんなさい。あ、さようなら。あったー。